はじめましての方も二度目まして以上の方もおつまわり、ガシマワリでございます。はい、本日は質問コーナーということで質問に答えていきたいと思います。本日の質問はこちら。ガシマワリさんが考える鹿島にとっての厄介ベストイレブンを選んでください。はい、ということで鹿島が今まで苦戦したなというか苦手だったなというような選手ですね、そちらを少し11人挙げていきたいと思います。で、一応、ツイッターの方でリプいただきまして、できればサブメンバーと監督も選んでいただけたらということでしたので、そちらの方もお話ししたいと思います。はい、では早速見ていただきましょう。鹿島有が考える厄介ベストイレブンはこちら。はい、ゴールキーパーが川口義勝と、でディフェンスが中澤裕二、トゥーリオ、松田直樹、ボランチに遠藤と今野で、トップ下が中村俊輔と天野純と、で右のウィングに伊藤純也で、フォワードがゴン中山と大久保嘉人となっております。はい、いずれもよくやられた選手たちというところでございますね。まあ、もう直感とパッドをバーッと書いてた感じです、このメンバーは。でサブなんですけど、すいません、センターバックとかそのディフェンダーが全然思いつかなくって、やっぱりやられたイメージの方が強いので、すごく攻撃的な選手ばかりに偏ってます。で、まずゴールキーパー、まあ時点という形になりますけど、ゴールキーパーは東口ですね。東口で、まあ後ろからってことになるのかな。そうすると、まあ梅崎司ですとか、あとはチョンテセ、ジュニーニョ、エメルソン、コロキ、そして伊藤翔ですね。はい、今は味方になってくれて非常にありがたいですけれども、まあ、鹿島戦となると点を取ってくる選手たちがもう面々がこう頭にバーッと浮かんできてしまったので、サブというよりは時点という形になってしまうかもしれないですけど、こういったメンバーを選ばせていただきました。で、まあ厄介な監督、もう一人しかいないです。七海博です。はい、いい加減勝たせてくれ、本当にいい加減勝たせてくれ頼むから次こそ勝つからね、絶対勝つからっていうような感じでございます。まあ選出理由とすると、まあ散々止められたとか、まあ厄介だったとか、あとは遠藤康人なんかにすればもうね、往年の名勝負のようにゲームの流れの奪い合いの中で彼を潰すかどうかっていうところで一番厄介でしたし、ね、今野なんかはステルス性能で点取ってくるし、まあ、俊介はもう俊介で、本当に苦手でしたし、天野純もなぜか点取ってくるし、大久保もなぜか点取ってくるし、伊藤純也もなぜか点取ってくるし、ゴン中山なんてのは宿命のライバルだと思ってますし、まあそういったところですね。はい、はい、まあぜひともね、コメント欄等々で、まあ、ベストイレブンとかでなくてもいいですけど、自分この選手すごい嫌だったですとか、今すごく嫌ですとか、そういった選手単体とかでも構いませんので、ぜひとも皆様のお考えもお教えください。はい、本日はこちらの質問に答えてまいりました。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、鹿島有を応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。